皆さんこんにちは、青のりです。本日なんですけども、この懐かしのゲームですね、チョロ Q1 やっていこうと思っております。で、考えた企画がですね、一度も車壁にぶつからずにエンディングまでたどり着きたいと思っております。なので一回でもぶつかったら最初からですね、よろしくお願いします。今の最初からですねがなんかちょっとね鼻についたかもしれないですけど、よろしくお願いします。これ初級サーキットなんですね。なんかこのチョロ Q のイメージって、一発目、懐かしいな。一発目なんかオーバルサーキットのイメージないですか？それって何なんですかね？チョロ Q3 とかの昔ステージで出てくるのってオーバルサーキットだった気がしたんですけどね。今回はですね、この黄色いランボルギーニだよな、これ。でやっていこうと思います。なんか当時はね、あんまり車種とかね、気にしてなかったですけどね、今思ったら、なんかやっぱモデルになってるのありますよね。ちょっと申し訳ないんですけど、このね、初級サーキットのみ、ちょっと走りました、一度。なぜかというと、ちょっと一回ですね、録画したんですけど、なんかファイルが破損したみたいになってしまった。今1位のやつ、操作見つけましたよね。これあるぞ。これで1位になるとでかい。やっぱね、このね、これ150キロ一応出てますかね、右のメーター見ると。150キロでこの砂の上とか走ったら普通に考えて吹っ飛びますからね。懐かしいな。懐かしい、この音楽も。ここのね、コーナーはね、完璧に決めれるように、さっきなりましたので。まあ、このコースだけはちょっと多めに見てもらえればと思いますんで、他のコースはね、とりあえずまだやってないんで、初級サーキットだけちょっとやりました。これはね、いけるんじゃないか？やっぱここですよね。普通にここ通れば、まあ、速くなるっていう。え、当たんないよね。いや。当たるかもと思ったんですよ、正直。まあでも、あそこってゴールしてからなんか操作できませんでしたっけ？ちょっとなんか、操作できなかったっけ？まあ、いいですわ。でもこの感じ、初級サーキットはなんかクリアできるな。あ、これいけるんじゃないか、これエンディングまで。今回このチョロ Q 録画するにあたって、まあ、プレステ2買ったんですよね、最初。チョロ Q1 とプレステ2買ったんですよ。でもなんか、プレステ2って、その3色コードみたいで、なんかそれを変換するコードみたいのを買ったんですけど、なんか録画できなくて、めちゃめちゃ大変でしたからね、これでもどうしてもちょっとしたくて、結局、プレステ2、お前、で、なんか結局、プレス3買ったんですよ。なんかプレス3でもできますみたいな書いてあったんで、それだったらプレス3でしようと思って。3回目ですよね。これ名前の横、数字入れてきますんで。あと5桁ぐらいあったんで。今、青のり3ですけど、もしかして青のり1万5000ぐらいまで行く可能性もまだ気にしまう。そんなん嫌ですけどね。いや、さすがにね、40ぐらいでいけんじゃないの？やばい、ちょっと無言になっちまった。このコースはね、この内側通れますからね。でもこれさ、さっきはたまたま1位になりましたけど、お前来んな、大丈夫。さっき1位になりましたけど、なんで、あ、マジ油断した。まあ、最初ですから。まだいやー、トンネルショートやりたいな、早く。もうちょっとでお昼ですね。お昼ご飯何しようかな。
今日朝は朝マック食べました。マックってなんか朝マック結構好きなんですよね。朝マックって多分好み分かれると思うんですけど、あのマフィン結構好きで、あのなんだろうな、ちょっともちっとしてるような噛み切れるんですけど、なんかちょっとね噛み切りにくいみたいな、あの感じ。大丈夫だ。遅くね。いや、まあ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 、何回目だっけ、5回目か。これ覚えてられないな、カウントしとかないと。いや、まだ大丈夫ですよ。まだ初級サットやって最初からしての繰り返しなんで、これがラスト1コースとかでこの状態になったらちょっとやばいですけどね。まあさすがにそこまで来たらなんないと思いますけどね。何を根拠にって話なんですけど、これ前の車って確かブラウン、あれこれオールドファンみたいなやつですよね。なんかグランプリとかになると車の名前が確か出てくるんですよね。行きたいな、グランプリ。とりあえずアイテム欲しいですよね。アイテムっていうかこのパーツ、まあ、このドライビングテクニックに関してはマリオカート8デラックスやってますね。膨らんでくる、やばい、内側通れない。マリオカート8デラックスで鍛えてますんで、まあまあ なんとかなるかなと思いますけどね。マリオカートもね最近ねちょっとしか、おチャンス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 、え何あのパターンあるんかな、あの1位のやつが突っ込むパターン。マリオカートもねみんなでやると面白いんですけどね、友達とかともねやる人が、ああこれ出たわ。えマジこれ第1話、初級サーキットエンドレスで終わる。いや初級サーキットはクリアしたいよ。まあ、最初の一発目ミスったな、マジで。あそこで突っ込んだの、ゴールしてから。マリオカート8デラックスもね、あのゲームかなり人気だと思うんですけど、アップデートされてないんですよね、確か。なんか新しいコースとかね、出たらすごくいいと思うんですけど、もう出ないんでしょうね、多分。マリオカートもね、それでみんなでやれば面白いんですけど、そんなにね、2、3人くらいしかいないんで、やれると思った。いやー、違う。だから、ね、そのなんか、みんなでやりたいですよね、ツイッターのお友達と。やめて。アモングラスもやりたいんですよね。結局そうなんですよ。やりたいのめちゃめちゃあるんですけど、友達がいないんですよ。友達っていうか、友達がいないんですよね。まあ、一緒にやってくれる。お、やめて、やめ、突っ込んでいくな。あ、やばい、やばい。やば。見せるドリフトしてしまった。車好きの人ならね、ちょっと車の話になっちゃうんですけど、なんかドリフトもね、見せるドリフトっていうなんか D1 グランプリっていうのがあるんですよね。まあまあこれドリフト好きな人はね伝わると思うんですけど、見せるドリフトでしたね。角度がついた。いやこれ前の車さっきは突っ込んだんですけど、もう突っ込まないってことはこれでもう決まるってこと？だってこれ絶対追いつけないじゃないですか、スピード的に。こっちだって S に振ってないですからね、まだ。まあ、明らかにこのでかい図体、HA って感じしますよね。HP と攻撃に振り切ってるみたいな。まあ、これはじゃあ、まっすぐゴールしますよ。なんか左でゴールしたのに中央に寄りますね。80円かー。ちょっと待って。これさ、エンジンとか買えない。うわ、高っ。なー。ちょっと待つか。トンネルショートやるか。とりあえずこれ全部1位でクリアしたいんですよ。まあそれがまあルールですからね。エンディング行ってこれ全部1位にするみたいな。でもとりあえずこれ進んでいかないと、3位入賞で進んでいかないとコース出てこないんで、まあこれもやってとりあえずゴールすると。しかもこっちの方が賞金高いですからね。てかこれ越せるか、これ3車線おぶね。ああちょっと待って、3車線一応あるけどね。
マジでここ。いや、これ焦らないのが大事かもしれない。だってさ、ここで越せないでしょ、普通に考えて。え、ちょっと待って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 。おっ、ぶぬ曲がれな。え、これってなんかスローステアみたいなのだったっけ、ステアリング。これ、クイックステアとか買った方がいいんか。そういえば近道あったなと思ったけど、あそこは当たりますね。え、でもあそこ当たんないんか。当たり判定がないのかな、あそこのガードレールは。それだったらヒョンって飛んでいける。あ、何回目だっけ。7か。ちょっともう一回トンネルショートやっていいですか。さっきのあの近道ワンチャンあるんじゃないか。あれだってこれ普通にしてたら多分追いつけないと思うんですよね。壁に当たらずにゴールしたとしても多分最初でこんな手間取ってたら追いつけないと思うんですよ。てか前が全然見えないんだけど。パソコンの方はさ画質ちょっといいかもしれないけど。てかお前わかったわかった。あ、こいつはここで越せるのは発覚した。あ、危ない。あ、越せる越せる越せる。よし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 。でもこっちの液晶でやってんの。あー、ちょっと待って。あぶねえ。これさ行った方がいいんか。これなんかここで7位だったらまだ、え、でクラクション鳴らすの。ここで7位だったらワンチャンさ行けないか。しかもここ壁があるからこっちに飛ぶ。まあ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 、あそこはガードレールの当たり判定はないけど、ジャンプした瞬間やばいってことが発覚した。これはちょっと初級サーキットでお金稼ぎますわ。まずステアリングとかも欲しい。だって十字キーマジで押してますからね、左手。これ十字キー壊れたらやばいぞ。まあ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 、初級サーキットでお金を稼いで、ステアリング、クイックステアと、あとエンジンとか欲しいんですよね。そうすれば、この初級サーキットとかも、まあ簡単に勝てるようになるんで、お金を集めてからだな、多分。一発目のドノーマルの、ね、努力値振ってない状態で、トンネルショートはきついかもしれない。いや、ここはね、分かった。ここでクロスする。これさ、この回初級サーキットだけで終わるかますか。なんか思ってたんと違うけど、え、9だっけ。このちょっと数字見せてたらごめんなさい。もう走ってるとね忘れてくるから。今9ね、次10ね。なんかでカウントしとくか。あ、やばい、マリオカートの癖なのか分かんないけど、このシグナルが2の時にアクセルを押してしまったんだけど、スタートダッシュはしないと。マリオカートで思い出したんですけど、一時期ゲーセンにあるマリオカートアーケードグランプリっていうのにハマってまして、なんかハマってた時があったんですよね。いつだったかな、あれ結構昔なんですけど、あれが一番最初出た時、なんかゲーセンで大会みたいのがありまして、そこに参加したんですよね。で優勝したんですけど、奇跡的に。あれ今となったら4人プレイできますけど、当時はね2人プレイだったんだかな、一番最初の時で。僕まだ子供だったんで、なんかねお兄さんと勝負したんですけど勝ちましたね。あれ商品とかなかったよな、確か地元のゲームセンターで。まあそのゲーセン潰れちゃったんですけどね。今もねゲーセンにありますよね、4人プレイの。あれの初期みたいなやつですね。OK。
ケーオッケー。なんかこの道路がエコボコしてんのか、たまに、いやダメだ、これ油断するとダメだな。本当に初級サーキットで終わってしまう。いやこれね、見てるね視聴者の方々もね、初級サーキット永遠に走ってるのを見てもね、面白くないと思うんですよね、さすがに。まあでもね、カットしたくないんですよね、これ壁にぶつかったら最初からっていうルールなんで。まあ別に、まあ今カットしてもね、せいも何もないですけど、最初の方は。とりあえずプランとしては、この初級サーキットでお金を稼いでエンジンとステアリングを買う。で、トンネルショートに行く。トンネルロングもありますよね、確か。だからさ、早くさ、これ確か1位になっても100円だと思うんですよ。で、2位が80円。なんか、お小遣いみたいな。だからもっと、ダメだろ？よし。だからもっと、なんか上級サーキットとかありますよね、確か。あ、だからそういうところでお金を、完璧なコーナリングを見せる、お金を稼ぎたいんですよね。あ、そっか、チョロ Q1 は初級サーキット、中級サーキットってあったっけ。初級上級はありますよね。で、あとはオーバルサーキット、ミドルサーキット、ロングサーキットが2か3か。これ多分1のやつに追いつけないんだろうな、普通に走ってもこの装備じゃ。あ、早い。あ、めちゃめちゃコーナー攻めてるけどな。これ何回も走るから秒数見とくか。29秒5が今のところ最速ですね。いやー、これ追いつけないな。焦らず行こう。ここへぶつかったら元も子もないから、あいつには追いつけないわ。カラーリングいいな、黒と黄色。黒と黄色って、え、ちょっと待って、黒と黄色って絶対ハマる組み合わせじゃないですか？黒と黄色の組み合わせ。なんか、小学生の時ハマりましたね、黒と黄色。これもう一回初級サーキットで。8、8カラーですね、黒黄色。なんか昔、なんか黒の T シャツに黄色いベスト着てた気がするな、小学校の時。あ、ちょっと待って。危ねえ、これ、ぶつかるでしょ？追突されない？うわー、これ2位からのスタートってむずいな。え、おお、いけるいけるいける。あ、ここいけるんか。これで内側入ったのはマジで神。神だったかもしれない、今の。これいけるぞ。2位スタートでもこれ1位取れないんかな。あー、ちょっと待って待って。ちょっと待って。お前。来んなよ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 。完璧。ちょっとふらついたけど。OKOKOK。100円ゲットしたい。33秒。あー、ちょっとミスったな。いや、この感じ追いつけないな、多分。さっきと一緒だわ。イン通るか。でもこれイン通ってさ、インなんすけど滑るんすよね、ちょっとやっぱ。あー、やばい、焦んな焦んな。いや、ここで80円はちょっときついな。100円くれ、100円。ゴールドって言った方がいいか。100ゴールド。あー、さっきの方が早いな。あ、え、ちょっと膨らんだよね。え、どういうこと。今の完璧なコーナーリングでも追いつけないのか。あいつめちゃめちゃ膨らんでたけど。え、無理か。いやー、きついな、ここの80円は。いやー、危ねえ。いやー、もうダメだ、もうやめようやめよう、攻めるのやめよう。真ん中に寄るな、なんかゴールしてから。いやー、260円でなんか買えないか。ミッション、おおおおお、え、ちょっとエンジン、あー、いやこれね、エンジン3は無理だから、エンジン2まで行きたいな。え、ハイスピードを買った方がいい、これ。いや、これ初級サーキットで。いや、これちょっと早送りするかもしれない。ずっと初級サーキットになってしまうんで、とりあえず、ぶつかるか、お金が貯まるまでは早送りしますわ。それか面白いことがあるか。はい、スタート。
しいから、きついな。これ結構、これ油断するとちょっと最初からになっちゃうんで、ぶつかって集中しないと。今のところ内側に入り込むっていうのが大事ですね。それかここね、ここで内側入り込む。来んなよ。もう、もう今のふらつき方マジで事故る時のやつじゃん。あれなんだったっけ。青のる、青のる10、え、12だっけ。最初からか。まあ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 、早送りになるわ多分。お金が貯まるまで早送りで、まあそれか面白いところが出るか、ぶつかるところが出るか。まあまあね、みんなね、これそんなね焦らず見てほしい。ちょっと僕焦ってるから、焦らず見てほしいわ。ゆっくりね、軽い気持ちで見てほしい。まあワンチャン今日は初級サーキットしか見れないわ。で次回も初級サーキットしか見れない気持ちでちょっと次回楽しみにしててほしい。よし、いけ。え、今の見た、全てが噛み合ったコーナーに配ったんだけど。まず僕のね今のコーナー最強すぎたっていうのと、あいつが気抜いた1のやつね。この100円マジで大切にしたい。100円ゲットできる。あー、まあでも、あー、これダメだな。29秒21か。さっき29秒05が出たんで、これ28秒台になるのって無理なんかな。この初期スキン、初期スキンじゃ分からんけど、まあ、3周目はいいですよ。別に内側通んないし、最後はね、うん、大丈夫だろ。あん、なんかブレーキしたのに加速したんだけど止まってから。まあ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 、ここで100円マジででかい。あー、どうすかな。いやでもお金稼ぐしかないんだよな。え、ちょっと待って、1スタートってやばくね、今思ったけど。え、突っ込まれたら終わりなんだけど。頼む頼む、やめて。え、絶対突っ込まないで、やめてやめて。おおお、1位怖すぎなんですけど。2位の時は左に避ければよかったけど、1位の時ってさ、避け場所ないじゃんか。草ずっと草走ることになるんだけど。お、え、でも追いつけてるぞ。なんで装備変わってないけどな。え、ちょ待って、ここの合流でぶつかるとかやめてよ、マジでやめてよ。ええ、あ、隣いるね、隣いるね。いや、怖え。あ、インからインに曲がるのって無理でしょ、どう考えても。ちょっとね、ま、アウトからインへっていう言葉があるじゃないですか。あー、ちょっと離れてるな。でも大丈夫だな、これ。横とかにいると、もう、ちょっとずれると当たっちゃうんで、あー、大丈夫だ。100円取れるな。あー、いいね。まあ結局2周目も29秒71か。そんな速くないですね。いいね、悪くないぞ。あー、危ねえ、マジ油断してると、あっち行きそうになる。あっち、3周目あっち行ったらね終わりだからね、マジで。はい、これ突っ込んでこないよな。相手も止まるんか。300円、ミッション、あー、600円か。え、どうする。買うか。
買うわ。買う。あ、ここか。え、ちょっと待って。変わった？こんなに頑張ったのか。あ、ちょっと待って。これさ、行くか。これトンネル。トンネル行くわ。トンネルショート。300円取りに。300円取ったらマジででかい。だってさ、今さ、あんだけ頑張ってさ、100円よ。あー、そっか、間に合うか。でもさ、ここのコースの最高速はいらんよね。クイックステアはかなりいいかもしれないけど。これさ、4速でいい気がしてきた。ちょっと待って、お前はどこで抜くんだったっけ。やめて、あっぶね。よし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 。これさ、近道しない方がいいかもしれない、最初。あ、ごめん、静かになったわ。いや、いけるいけるいける。よしよし。いや、いけるよ、これ、いけるいけるいける。いや、ちょ、道が分かんないからさ、最初。音楽は神。ちょ、待って、マジでこれ越せないじゃん。いや、待って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 、焦んな焦んな。焦る時じゃない、まだ。